る恋心。 Sorry, sorry, 君を待つ時間けれど幾度にもなれないね。気がするなら Going, going, 薄いも甘いも一切関係なしの私で惚れた晴れたの勝負よ。I'm not afraid to die.
ち愛してる。わかってるはず、もう抜けられないかも。かっこつけたアホやのにネタしましょう。 I am safe、 あ、私だけに safe、 囁いてよ。Yeah.
の最強セットリストを持ってきてます。もうとにかく最高の一日にしていくよ。スプラッシュエリア、Are you ready? サンシャインエリア、Are you ready? 大阪、Are you ready? もうめっちゃくちゃ暑いからさ、体調管理、水分取ったりとか、もうくれぐれも気をつけつつ、思いっきり騒いで、思いっきり楽しんで、思いっきりいい思い出作っていきましょう。最後までよろしくね。Yeah.
Thank you.
ありがとうございます。すごいわみんな。すごい、すごいね。みんなの大合唱超気持ちいい。さっきさ、あの水分取ってって言ったんだけど、スプラッシュエリアのみんなはあの水分取れないよね、きっと。取れる？ぎゅうぎゅうだからね。だけどさ、その代わりあのさっきみたいに何回か放水するので、いっぱい水浴びて、それで水分補給してください。飲んじゃダメやね。あの水飲んじゃダメでしょ。何？飲んじゃダメでしょ。飲めないでしょ。さすがに飲んじゃダメだけど、でもあのいっぱい体に当てて、ね、うん、それで涼しいんで体冷やしてね。大丈夫？大丈夫？頼むしいで。たくましい。たくましいな、みんな。暑い。大丈夫ですか？あの最強セットリスト持ってきすぎた。あのさ、はい、さっきねめっちゃ面白かったことがあって、その太陽スキャナラスやった時に水来るよって言ったじゃん。であのきっとね、このステージに関わってくれてる誰か、こうスタッフさんがあの水放水するのかと思ったらね、マネージャーが放水してた。そうやんな。うちのね、うちのマネージャーがね放水してたね。てたスキャナルのチーフマネージャーが放水してました。一番わかってるからね。ありがとう。面白かった。なんかこうやって10周年をね迎えて、これだけたくさんの人に来てもらって、これだけたくさんの方たちにね支えられながらこのステージをやっているのに、結局すごくアナログというか、なんかこうやっぱりこういつもライブを作るときはいつもこう身内で助け合ってやってるんだなっていう感じがしました。仲間で、ね、チームで ね、 でね一丸となってるんだなって感じがしました。きっとみんなも熱いと思うので、ゆっくりね少しずつやっていきたいと思います。この後もよろしく。OK。 じゃあね、次はちょっと涼しげな曲をやりたいと思います。みんなもリラックスして聴いてね。それじゃあいきます。
いろんなフェスにも出演させてもらったりとかしているので、野外でねライブすることはたくさんあるけど、でも野外のワンマンライブっていうのは実は今日が初めてで、何ティモが座ってる、いいじゃん座らせとけば、なんでそういうこと言うのよねえ、ダメなのティモ座ってたら、いいんでしょちょっとしかも私今喋ってたじゃん、なかなか感動した話をしてるんですよ。そうワンマンライブね、野外でのワンマンライブが初めてなので、なんかこう自分たちを、私たちを見に来るお客さんがこんなにもたくさん今日はいるんだっていうのをすごくこの目で確かめて、もういっぱいいっぱい目に焼き付けて今日は帰りたいと思います。
ちょっといい風吹いてきたね。次は今日この場所でみんなと一緒に歌いたいなと思って持ってきた曲です。よかったらみんなも一緒に歌ってみてください。
聞かせて。いい感じ。Yeah.
ありがとうございます。ありがとう。なんかちょっとこう日もね、うん、いい感じになってきて、ね、もうそろそろ終わるのかななんて思ってるんじゃないのみんな。今日はねまだまだやるよ。今日は長いよ。長いよ。付き合ってよ。西日がすごいの。最初から最後までさ、眩しい顔してないか心配。いや、してると思う。わわわ、生放送あるんだけど。そう、今ね、生中継されてるんですけど、テレビの前でご覧の皆さんも楽しんでますか？イエーイ。どこだどこ？わわわ、どこ？どれなん？どれやろう？これか。わわわ。ね、こっちもして、こっちも。ここまでもね、うん、新旧織り交ぜたセットリストでやってきましたけど、うん、やってきたね。いろんな曲作りました ね、 ね、うん、なんかいろいろ演奏してみると、うん、あ、10年経ってるんだなっていう風に感じるね。そうだね、うん、なんかあの私恋模様とか、うん、会いたいとかの作詞をしてるんだけど、うん、なんかすごいやたらあの当時誰かに会いたがってたんだなって、うん、そうだね。なんかそういう歌詞とかをね見直してみてもなんかすごい面白かったです今回。そうね、うん、リハーサルしながらね、プレイボーイとかどうしましょうとか言う。今26歳になってさ、どうしましょうって言ってると思ってなかった。あ、でも最高やったね、この人数で。どうしましょうね。みんなよく知ってくれてるよ ね、 ね、インディーズ、インディーズ、うん、インディーズの時にライブやってたけど、キラーチューン、当時のキラーチューン。もうこれなくしてはライブ終われないっていう曲だったから ね、 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 ね、なんかこうビューティーンとかも本当にこう10代だからこそ書けた歌詞というか、だからなんか最近ではあんまりこうやることがね、ない曲だったんですけど、でも今日はそういうのも超越してね、この10周年で、お届けできているのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。さあさあさあ、改めて、うん、10周年ですよ、ね、ありがとう。今日でちょうど10周年ということで、うん、ちょうどね10年前の2006年8月21日に私たちが初めて顔を合わせた日っていうのを結成日としてこの10年やってきました、うん、10年前ってうちらどんな感じだったんだろうね、うん、10年前あ鍋したよね。そう、そうだね、出会った日やんな、うん、そうで会う日前の、うん、1週間ぐらい前の日にそのダンススクールの先生が急にこう4人でね顔合わせるの緊張するだろうからって言って、うん、リナのアドレスをメールアドレスをマミとハルナに先生が教えてくれてたの。え、そうだったっけ。そうそうそう、そうで、友も会っとったよね。そうそうそう、その前に少し前に会ってて、そう、そう、もともとキャレスっていう大阪のダンスボーカルスクールに通っていた4人で結成したので、うん、関西に住んでた友と、うん、リナは先に会ってたんだよね、うん、そうそうそう、そうで名古屋から通ってた2人なので、うん、でリナのメールアドレス教えてもらって、うん、じゃ先にねなんかちょっと会話、そうそう、メールだけど会話しときなよって言って、で結構ねもう1週間でみんなで会うまでの1週間ずっと連絡取ってたの、うん、そう、リナとマミはマミからすごい長文のメールが来て、うん、送りそう、送りそう、そう送るタイプなんで、そうそう、先生がアドレス教えた晩にすぐに長いメールをくれて、そうそうそう、で、春菜はくれなかったね。くれなさそう、くれなそう。そういうタイプなんで、そうそうそう、で、8月21日にちょっと待って、
私送んなかったわ。そう、なんなん、なんで、なんでなん、送ってあげなよ、ね、いや多分、うん、いや別に8月21日に会えるからその時にいいやと思ってたんだと思う。なるほどね。で当日会って、うん、で話したことなかったから、だからだからだ。何が、すごいリナがなんかすごい私にビビってるなっていう感じがメール送んなかったから、なんか事前に話とかなかったから、当時、そう当時ね、まあ、初めましてだったからね。そう、初めましてやって、うん、まあ私より3歳年上で先輩っていう感じやったから、うん、あの、なんて呼べばいいですかみたいな、すごい敬語でそう、でその時に春菜ロングヘアでピンクのエクステつけてたの、うん、タッチンタイプね。そうで結構奇抜でちょっとイケイケな感じやったから、うん、ちょっとビビったんやろうね。そう、まだねバリバリダンスやってる時だった。そうそうそう、編み込みとかしてた。編み込みとかも結構がっつりしてたし、そうまあ、夏休みだったんでイベントとかも結構あって、うん、ダンスイベントとかもさあったから、まあそういうピンクのエクステとかつけてたんですけど、そう緊張したまあでもそうやってね4人が出会ってから10年経ちましたけど、ね、でもなんかその当時、2006年2007年あたりからねストリートライブも始めて、でストリートライブを始めた時はもうお客さんが全然いない中でライブをやっていたので、今日は本当に野外でねこうやってたくさんの人の前で演奏できてとっても幸せを感じています。ありがとうございます。さっきも言ったけど今日はまだまだ続くからね、この後も思い切り楽しんでください。よろしくお願いします。オッケー、じゃあ次の曲いこうかな。メンバー準備はいいですか。はい、オッケー、ほい、チューニングしてます。はい、あ、はい、待ちます。ゆっくりどうぞ。しました。はい、わかりました。 OK、 じゃあ行きたいと思います。 Love me do。もう一回やっていい？ OK、 もう一回やろう。ありえない、OK、 ごめんね。あのね、今何も見なかったことを何も聞かなかったことにして、幻、まさかのカウントをし忘れるっていうもう一回いきます。はい、じゃあチューニングからやります。はい、お願いします。しました。はい、ありがとう、できました。それじゃあ次の曲聴いてください。 Love me doI'm not the only one.
たら足も一緒につけてみて。トントンパン、トントンパン、トントンパン、トントンパン。いいねいいね。いいよ、サンシャインでもいい感じよ。OK、体揺らして。ワン、ツー。日じゃないだけ顔を上げて Oh oh Yeah yeah キスは立てる問題ないもっと強くグツグツ煮込んでちょうどいいはずなのシャープでソリッドなだけじゃつまんないよYou
誘われ優しめに恋をした明日はきっともっと知りたい君のことだけ
す気がしたねえ今あなたは私を覚えているねえ今私はあなたを思い出した声はずっとここにあってなのにずっと響かなくて大事だって思うもんがないわけじゃないから帰りたいと思ってたって帰りたいと言えなくて強がって寂しかったI'm not afraid to die.
隣の
げてよ。味方で色を変える世界、シナリオ通りじゃなくてもそれはそれまた別の世界。つまずかないように覆い汚れないように歩く術はないけど、しまう日は遠い空に血がかかっても見えないもの奥の世界。突然フラッシュバックする繰り返したいくつものミステイク、このままじゃいなせない長い夜は超えて、Woo!
泣き出しそうな待ち合わせにテレビのニュースでは新しい命の誕生をみんなが祝い笑ってる。そんな風に僕だって生まれ変わられたらどう思ってる。やり直すことも繰り返すことも簡単じゃないから、少し悩んでI'm not afraid to die.
楽しい。ありがとうございます。今日はもう何度も何度も言っちゃうんだけども、改めて、私たちの10周年の記念日、8月21日に大阪泉大津まで足を運んでくださって本当にありがとうございます。ストリートライブやっていたことを考えると、ストリートライブをやっていた時のことを考えると、なんだかこの光景が夢みたいで、でも夢じゃなくて現実で、本当にこんな素晴らしい景色を作ってくれたみんな、そして今日このステージに関わってくださったスタッフ、すべての人々に感謝します。ありがとうございます。今日はね、こうやってみんなが私たちの、結成の地大阪まで遊びに来てくれたので、次のツアーは私たちがみんなの街に会いに行きます。なんと次のツアー、来年の春に47都道府県ツアーやります。街に会いに行くよって言ったけど、どうせ私の街には来ないんでしょって思ってた皆さん、全ての街に行きます。そしてその47都道府県のツアーの前にはベストアルバムを発売します。ベストアルバムのリリースは多分来年の2月ぐらいかなと思っています。そのベストアルバムを引っ提げて47都道府県回ります。でね、そのベストアルバムの選曲はみんなにしてもらおうかなと思っていて、あのネットでね、投票してもらうようにできるようにするので、ぜひぜひみんな、あの自分の好きな曲投票して最高のベストアルバムを一緒に作りましょう。よろしくお願いします。そしてまたツアーでも会いましょう。お待ちしております。まだまだ楽しみがいっぱいです。そして今日はね、10周年を迎えたということで、なんか今ね、改めてその10年前を振り返っていろいろ考えてみると、あっという間だったな、早かったなって思います。でもね、なんか1年1年、8月21日が過ぎるたんびに、あ、また4人で1年やってこれたなって、次の1年はどんな年にしようかな、どんなことやろうかなって毎年ワクワクしてました。それはね、今10周年を迎える今も同じ気持ちです。でもね、なんだかんだやっぱり一番嬉しいのはこの4人で10周年迎えられたことかな。うん。ありがとう。あの、なんかね、自分で言うのもなんか恥ずかしいんだけど、でもね、なんかこの4人で続けてこれたことってなんか奇跡に近いなと思うし、でもこの4人だったらどこへだって行ける気がします。
これからもまた明日ねって言い合いながらできるだけ長く自分たちを信じて歩き続けていきたいなと思います。じゃあそんないろんな思いを込めて次にやる曲は8月という曲です。10年前4人が出会った夏を思い出して書いた一曲です。聴いてください。落ち込んで日の帰り道、公園のベンチに
Come meet me, no come me, come me, no come me.
心からこんなにたくさんの人が集まってくれて本当にありがとうございます。めちゃくちゃ最高でした。超楽しかった。
った？もう10周年こうやってみんなと一緒に迎えられてめちゃくちゃ幸せですね。これからもみんなよろしくお願いしますね。本当に最高な一日でした。どうもありがとうございました。オンベーストミー、ありがとう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 。私人生で10年間何か一つのことを続けたの初めてなんです。バンドがそう、スキャンダルにとっても今日は特別な日やし、私自身にとっても人生の大事な日になりました。ありがとう、ありがとう。さあ、これだけたくさんの人、みんなそれぞれいろんなきっかけがあって集まってくれるように来てくれ、何ですか、ライブに来てくれるようになったと思うんですけど、10年経って今一番大きい空間でライブができてるっていうことがすごく嬉しいです。あっという間に10年来てもたから、あっという間に20周年来るかもしれないし、あっという間に30周年、40周年おばあちゃんになっちゃうね。知らないよ、本当にやるかどうかは。本当に続いたらみんな来てよ。今日本当に楽しかったです、どうもありがとう。ボーカルは春菜でした。スキャンダルまだまだ続きます。どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。またライブ遊びに来てください。今日は本当にありがとうございました。また会いましょう。スキャンダルでした。ありがとう、ありがとう。みんな最後に一緒に写真撮ってもいい？すごい、すごい景色だ。座る。みんなでも気をつけて、あんまりこうぎゅうぎゅうぎゅう押さないでね、転ばないように。ゆっくりおいで、ゆっくりおいで。まだ撮らないからゆっくりね。ちゃんとみんなのこと撮るから。じゃあね、スキャフェスって言ったらイエーイでお願いします。はい、それじゃあいくよ。